中も寒いですね。このショッピングモールの中が寒いですね。ちょっと今からですね、会食があるのでそこに向かいたいと思います。ここから外出れるはずなんですけどね。ああ出れますね。ここ多分出たらマオタイルーに出ると思うんですけどね。違う、あ、マオタイルーじゃないか、ローシャンガンルーですね。ちょっと行ってみましょう。今日はちょっと4人で食事ですね。ちょっと楽しみにしてます。ちょっとね、その食事の内容を動画にしたいと思ってるんですけど、まだちょっとその同席する人たちの許可が取れてないんで、許可取れたらですね、動画にしてちょっとやりたいと思います。ここはどこかと申しますと、ローシャンガンルーと、そっちがマオタイルーですね。はい、ジンホンチャオ商業施設ですね。これ上は多分会社とか事務所だと思うんですけど、アピタというスーパーが入っているところですね。向こうのあの新世紀広場ですか、世紀広場ですか、ちょっとそんな名前のところで食事があります。まだちょっと時間あるんですけどね、ちょっとそこまで歩いて行ってみたいと思います。久々にここ来ましたね。結構寒いです、上海。なんか春節終わってあったかくなるのかなと思ったんですけど、まあ今年春節早かったですからね。でもあれ、暦、旧暦の暦ってあれ、その地球のこういう季節に合わせてるんですかね、ちょっとわかんないですけど。春節の時よりなんか今日の方が寒いような感じしますけどね。最近寒い寒いばっかり言ってますね、これ。まあ食事の時間までまだ1時間弱ぐらいあるんですけどね、ちょっと早めに行っとこうかなと思ってます。なんか個室が予約されてるみたいなんで、何料理の店なんかな、あれ日本料理屋なんですけどね、うなぎか焼肉かどっちかだと思うんですけど、うなぎと焼肉と全然違うんですけど、こんな感じのお店だったと思います。あー寒い。ここはシェンシャールーですね。シェンシャールーも結構日本料理は多いですよね。ローシャンガンルーとシェンシャールーの交差点です。結構人多いですね、夕方なんで。あっち行くと日本の領事館ですね。領事館のところ動画撮ったら怒られるんで撮れないですけど、確か日本領事館とあって横には韓国かなんかの領事館とか、結構なんか領事館固まってますよね、あそこ。まあ領事館行くことないですけどね。
あとなんかパスポートの方はですね、あれ上海マートのビルかな、あっちで今事務手続きはやりますよね。私ももう無事にですね、身分証明書の問題解決しました。めちゃくちゃお金とですね、時間といろんな人に頼んで結構かかりましたね。2ヶ月ぐらいかかったかな、このまあ問題って言っても別に私悪いことしたわけじゃなくて、単純にパスポートなくしてしまったんですね。 PCR 検査あるところでですね、受けに行かないといけないっていうことで受けに行ってですね、でパスポートそこでなんか忘れたか落としたかわかんないですけどなくなってしまって、これはやばいっていうことで、まあ本当いろんな人に頼みましたね。まあ中国人の人ですね。まあ、お金もいっぱい使いました。もう二度と嫌ですね、パスポートなくすのは。であれですよね、あの銀行口座とパスポート番号を紐付いてるんで、それを変えたりするとアリペイ、ジフバーとかウェイシンジフ、ウィチャットペイとかですね、いろんなサービスがまたこれ修正しないと使えなくなるんで、めっちゃめんどくさいですね。まあでも良かったです。まあ、お金使えばできるというと、なんか金で何でもできるのかって言われるんですけど、実際お金がかかりますね。いや大変でした。なのでどこにも行けなかったんですよね。あれパスポートないとホテルとか泊まれないですからね、飛行機も乗れないし。公安にも何回も行きましたね。でも最初なくした時ですね、実はあのなくしたところで私ちょっと上海人の知り合いに頼んだんですよね。まず公安行けと、近くのっていうのを行って連絡して行ってですね、公安の人すごい親切にですね、ちょっと中入ってこいって言って、モニター室みたいなとこ入れられたんですよね。 でっかいモニターがいっぱいあって、街の道を映してるんですよね。で何時何分どこ歩いてたんやって言われて、あれどこやったかなって思い出してたんですけど、ちょうどシェア自転車使ってたんで、シェア自転車の使用履歴見て道の名前と時間出てたんで、あここで自転車乗ったって言うと、なんかコンピューターで入れてですね、私の姿が映ってるんですよね。私がその30分ぐらい自転車乗ったのかな、それ全部ですね防犯カメラで追っていきながら、パスポート落としてないか見てくれたんですよね。で左のポケットに入れたような気がするって言ったんだ、全部ですね、私のそこの PCR 検査受けた場所から駅まで、で駅でないこと気づいて、パスポートないこと気づいたんで、全部それあれですね、追っていって探してくれましたね。まあやっぱり知り合いにそれ頼んでよかったですね。ただ見つからなかったです。まあ見つからないでもどうしようもないんで仕方ないですけど、すごいちゃんと調べてくれましたね。あとなんかパスポートなくして誰か届けてくれるかなっていうのも期待したんですけど、ほぼ見つからないみたいですね。落としたらわざわざ届けてくれる人もいないみたいですね。まあ私が悪いんでどうしようもないんですけど、まあでもそれ本当無事に新しいのもできてよかったです。番号変わるからちょっと不便ですけどね、いろんな金融機関とかに。まあでもやっぱり上海の地元の人と知り合いおるといろいろ助かりますね。確かここの新世紀広場ですか、この扇形になったここでご飯食べることになってるんですよね。あれって国際貿易ビルでしたっけ、多分。ちょっとここの最近来たことないな。結構日本料理屋がいっぱいあって日本人がここで食事してる人多いですね。さっきの神保町からすぐですね。
これ何の店、これはなんか洋食屋、イタリア料理ですか。上はカツゼ、あとマッサージ屋。イタリア料理屋ですね、さっきのとこ。京電って書いてますね。ここは寿司屋ですか。こっちも、ここも寿司屋さんだったかな。なんか前来たことあるんですよね。居酒屋と、上は蕎麦屋さん、モンベ、有名なとこですよね。居酒屋、結構お店あるね、ありますね。ああ、今日ここ行くのここですね、稲中っていうところですね。後で戻ってきます。ちょっと一通り見ていきましょう。とお好み焼き屋さん、花月、結構有名なとこですよね。そこは前のシェラトンホテル、今は今だなんかジンジャンホテルになってんのかな。でここはクラブ栄、まあ、クラブですね。で栄新館、これ日本料理屋ですね。こっちはここはマッサージ屋さん。ここは何、このバー、バーですね。でこっちも最後マッサージ屋ですね。こんな形になってます。ちょっとですね、これ扇形にこう丸くなってる建物ですね。ちょっと早いけど店入っとこうかな。寒っ。こちらが上海マートですね。じゃあちょっと今から店入っておきたいと思います。